今は。やっぱ日本人はね、我慢しすぎだと私は思っている。そうなのよ。もうちょっと出してっていいよ。出していいと思います。そう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 。って感じでね。うんうん。うん。続いて、私が読んでいいのかな、はい、じゃあ。ぜひぜひ、お願いします。ありがとうございます。こんばんは。あ、ちょっと待ってね、みんな聞こえてないのかな、もしかして。あ、お二人ともですか、だけ。じゃあ私に合わせて口パクしてね。いくよ。ではガーナオさんからいただきました。あ、カメラさんともりの方でお願いします。ガーナオさんからいただきました。カオリン国王、ゲストのともりる。カオリンはカオリンは、お二人は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会で共演されていて、ツイッターではともりるの選んだイヤリングをカオリンがつけていたり、ともりるがカオリンに壁にしていたりと、とても仲良しですよね。質問なのですが、もしお二人が姉妹になるとしたら、姉と妹どちらになっちゃいますか。また、まだあるよ。また、まだ話されたことのないお二人のエピソードなどあれば教えていただきたいです。ってことですね。マイクどうですか？まだ大丈夫かな？まあ聞こえてない感じなのかな？みんな聞こえる！すごい。香り、そう。大声でね。みんな聞こえる！でも、私喋ってるよ。あれらしい。香り王国電気止められてるって言われてるから。もう電気の供給すら、あ、ありがとう。あ、聞こえてはいるわけなのね。聞こえるんだね。じゃあ、声なるといい感じ。じゃあ、ちょっとギリギリディスタンスで行きながら、大声で、うっちゃい池崎さんみたいな感じで喋っていきましょう。私は普通でいいんだ。私、普通、はい。みんなびっくり。オッケーオッケー。私が大きい声を出せば、いいわけよ。なるほど、了解。ってことだね。うん。なんだっけ、あれだね、姉と妹どちらになりたいかっていうのと、まあ二人のエピソードなどあれば、ガーナオさんから。姉と妹どっちになりたい？でも私一人っ子だからずっと。うん。ごめんね。ほんとごめんね、ゲストにこんなことさせて。大丈夫。ほんとごめんね。そんなこともあるよね。生放送だもの。でも、私は、はい。姉にね、姉になりたいかな、私は。姉になりたいの？姉になりたい。私が妹だと結構めんどくさいよ。でも、あれでしょ？普段は妹だもんね。そうだね。そうだよ、普段妹だもんね。逆にさ、姉やりたいんじゃないの？私は妹でいい、うん。あ、妹がいいんだ。妹って楽だよ。あー、やっぱそうなんだ。おもちゃはお下がりだったりするけど。うん。でもまあ、可愛がってもらえるし、うん、妹って楽だよ。あー、でも確かにね、なんかやっぱお姉ちゃんがいろいろ我慢しているっていうところはすごくあるのかもしれないね。あー、そうなんだね、うんうんうん、かもね。そう、まだあれだね、あと話したことないエピソード。話したことないエピソードね。うん、なんだろうな。マイクまだですか？私はいつまでこの大きめな声を出していればよろしいですか？これはあれだね、ダミヘイ喋るんですか？ダミ、やばい、ダミヘイが出てきそうになってる。ガチですか？え、嘘、ダミヘイって前出てきた。皆さん、イヤホンをしてください。え、楽しかった運動会って言ってる。え？ダミヘで喋る？これいける？本当にいける？聞こえますか？あ、聞こえてる聞こえてるって。聞こえてる？どう？いい感じらしい。イヤホンをするのだ。みんな、イヤホンをするのだ。超癒されるんだけど。左側から話しかけてるぞ、うん。あ、聞こえるって。聞こえるって。私が大きい声を出したら、お前ら命ねえぞ。かね。これあれじゃん、あの、ともりるカラオケ始まるやつじゃないですか。カラオケしますか、じゃあ。
かな今。聞こえますか？これぐらいで喋るよ。あ、大丈夫なのかな？あ、まあ、聞こえてはいるのかな？ただね、カメラがね、こっちに寄っちゃったからね。あ、引きになった。いい感じ、いい感じ。あ、よかった、ありがとう、ありがとう。